う、う、え、あ、う。えい、えい、どうもこんばんは、こんばんは、みなさん、お元気ですか？お元気ですか？今日も京都でやっていきましょう。おいっす、おいっす、おいっす、おいっす。パチンコ楽しかった？パチンコちょっと打った。パチンコというかパチスロ打ちました。パチ、あのね、聞いてくれよ。俺今日原宿行ってきたんだ。なんでか教えてあげるね。なんでか教えてあげるね。原宿に行ってきた理由。私がここにいる理由。なんか、まあいいや。まず見せてから。JK 観察も確かに。それもある。それもあるが。おい、繋がれ。繋がれよ。繋がらない。なんで？繋がってくれてもいいじゃん。iPhone。繋がって、これ、インカメじゃない？アウトカメ。見てこれ、このユニクロの クソかっけえ T シャツ買いに行ってきた。これ超かっこよくない？ これスト2の隠しキャラ4人の T シャツ、ベガとサガットとなんだっけ、あいつバイソンじゃ、なんだっけ、そうバルログの、これ超かっこいいなと思って、これなんか結構昔から売ってる UT だったらしくて、あのユニクロの T シャツね、コラボ T シャツなんだけど、結構昔からあったらしいのよ。なんか発売が4月とかの発売のやつらしくて、俺知らなくて存在を。めっちゃかっこいいじゃん、これ。で、なんか、俺今太りすぎて服がなくて、なんか新しい T シャツ欲しいなと思って、なんか最近ストリートファイターハマってるし、ストリートファイターのなんかかっこいい T シャツないかなと思ったら、UT のこれが出てきて、これ背中なんだけどね。背中側なんだけど、これめちゃめちゃかっこいいと思って、で、結構調べたらどこにも売ってなくて、もう古いやつだから、全然売ってなくて、そしたら原宿のユニクロにあるっていう情報を得たから、行ってきた。で、買ってきた。超かっこいい。めちゃめちゃ、生かす。これ。超お気に入り。このタイミングでベガーのいいの。確かに隠しキャラ出たからね。これめっちゃ、これ、前でもよかったんだけどね。これだけのために、そう。これだけのために行ってきた。なんかさ、結構、古いやつだから、メルカリとかにも出てんだけど、なんか1000円プラスとか2000円プラスで売ってるやつしかいなくて、悔しいじゃん。転売屋から買うの嫌だから、誰かこれを転売して誰かが買うやつなんかいいのか分かんないけど、意味わかんない T シャツだから、めちゃめちゃかっこいいから、背中なのもいい。前はなんかね、前はしょぼい、前はこの胸元にこの通常キャラ8人のキャラ選択画面があって、裏にシャドル四天王が書いてあるっていう粋な演出、裏にねスト2の隠しキャラがいるという粋な演出で、これかっこいいよね。存在知らなくてさ、まあ、売ってるとこは売ってるみたいなんだけど、俺の近場だと全然売ってなくて、原宿が一番近かったね。まあ、俺といえば原宿が庭みたいなとこあるから、
今日久しぶりに原宿に降りたらさ、駅が変わっててびっくりしたわ。原宿の原宿の駅ってなんかもっとさ古臭い形のイメージだったんだけど、いつの間にかもうなんかかっこいい駅になってた。あっちの竹下通りの方はまだ古い形してんのかな、なんか最近のおしゃれ建築みたいになってたわ。昔からああだっけ。で行ってきて、でなんかあのネット取り置きみたいなのがあるのよ、ユニクロって。ネット取り置きみたいなのがあって、でなんかあの最速で1時間以内に取り置きしますみたいな、原宿変わりすぎね、最速で1時間以内に取り置きしますみたいなのが書いてあって、あじゃあ取り置きしてもらおうと思ってピッてやって、で結構その取り置きお願いしてから時間経っても連絡来なくて、あれと思って暇だなと思ったから、その原宿行く前に地元のパチンコ屋でスロット打ってた。T シャツ代買った。T シャツ代買ったから、あのただなんですよ、今日俺。T シャツ。激アツじゃない？今日俺ただでパチンコまとめて T シャツも買えた。電車賃入れたらマイナスかも。時間と電車賃。下手だった俺めっちゃ。87% を2回外した。信じられん。ムカつく。1回目外したときはまああるかなと思ったんだけど、2回目外したときはさすがに、大パンしそうになったね。飯代までは稼げなかった、そうだね。T シャツ代までだった。何言ったの？延々の消防隊。スマスロ延々の消防隊言った。87% だった気がすんだよな。スマスロ。延々でなんかさ、大パン怖。俺でも物に当たるって、あのさ結構さなんか配信者とかってさ大パンするなんかショートとかさあるじゃん。俺物に当たるっていう風習がなさすぎてさ、マジでイライラしても何かに当たろうって思わないんだよね。みんなどうする？大パンなんか癖になりそうで怖い。一回でもやったら。マジ俺生まれてこの方何かに物に当たったことがなくて。なんかよくあるじゃん、なんかあの思春期にさ壁殴るみたいな。人に当たるタイプそうだよ。みんなにいつも切れてるじゃん。なんか思春期に殴った壁の穴がとかさよくあるみたいな話聞くけどさ、そんな殴ったこともない壁なんて。する時期としない時期繰り返してる。怖。みんな怖いんだね。だする人たちってみんな怖いんだろうなと思ってる。え、87% じゃなかった。これ勝利期待度フレイル、これ 90% だった。俺2回外してるわ。ねえ、これ嘘です。皆さん、俺2回外しました。普通に。しかもフレイルの勝利期待度は前作よりアップしてるのにもう関わらず、普通に2回負けました。フレイル2回出て2回負けました。なんか全然うまくいかなかった。だから永遠の消防隊って1回ラッシュ入ったら結構出るはずなのに、フレイルに負けてんじゃ無理だなって。俺の見てる実況者は大ファンしないやつは適当に生きてるって言ってた。あ、そう。自分を正当化しなきゃやっぱ生きていけないんだろうな、そういう人は。きっとスマホとかディスプレイって殴って指輪いてるのが普通でしょ。スマホはさ分かるけど、モニター、ディスプレイってさ割れたらもう見れなくなりそうじゃない。まあでもお互いやっぱそういう価値観の相違がいずれ争いを生むんだろうな。まあ、それぞれ考える考え方っていうのは違うから、価値観はしょうがない。大パンする人もいれば、でマジでなんかその結構物に当たる風習がないとなんか当たれない、なんか怖くて壊しちゃうんじゃないかと思う。わかんない、俺自分の力過信してんのかもしれない。心壊れるぐらいなら物壊さ。なるほどね。俺壊れちゃうんじゃないかなって、触ったら壊れちゃうんじゃないかなって。だから俺子供とも握手できないので、壊しちゃうから。小さい子にやっぱ助けてあげるとさ、うわーありがとうって言って寄ってくるけど、触るとその子供を壊してしまいそうで、物じゃなくて自分の手首に当たるのはそれはそれでまた痛そう。自分に当たるのも痛そうで嫌だ。何もしたくない。だからなんかダメージがどこかに現れてしまう
ことをしたくないよね。ゴーレムもしかしたら壊しちゃうかも。触るだけでね、やっぱ過去に一回触っただけで壊しちゃったことがあるから、崩壊。心優しきのモンスターのふりするな。やっぱ俺崩壊のさ個性持ちだからさ、仲良くしようとした犬とか壊しちゃったんだよね。触っただけで気がつかなかった、自分の個性がこんな強いもんだって。でヒロアカがあと5周で終わるって話したっけ、この間最近配信でヒロアカした気がする。でもヒロアカ終わっちゃうんだっていう話した気がする。カグチはそんな強かったっけ。俺多分ね強いと思う。でもわかんないけど、なんかパワーによってそうな気がする。なんか自信はある、壊しちゃうしてた気がする。オッケー。悲しいような、いや悲しいような、嬉しいような。え、次出る巻が最終巻かな、それとも次の次の巻ぐらいが最終巻かな。あと5巻、あと5話って言ってたから、多分あと 2巻ぐらいは出るかな。握力いくつ、わかんない。最後に測ったのでも50ないぐらいだった気がするけどね。45とかじゃなかった、高校生ぐらいの時だけど最後に測ったの。多分その時は45とかだった気がする。今多分30、21ぐらいしかないと思う。赤ちゃんか女の子と同じぐらいだと思う。生まれたての赤ちゃんと同じぐらいしか握力ない。多分何も何かを掴んでない。もう足腰全部弱くなってるから今俺、体だけでかくなってる。 XL がぴったりです。もうあユニクロのさ、こあの店舗ってさ、あの XL までしか置いてないのよ。で、あのそれ以上上 X もあるんだけど、それ以上上はなんかネット通販でしか取り扱ってないんだよね。 XXL とか 3XL とか。もうそろそろそのあれになってくるわ。まだギリ XL で、あのぴったり、本当にジャストフィット T シャツって感じ。昔は俺あのユニクロの M だったんだけどね。10年前までユニクロの M だったんだけど、10年で XL まで成長してる。まだまだこれからかもしれない。イタリア扱いになっちゃうかも。そう、マイノリティに なりつつある。そろそろサイズ感が。最終話だけ読まずに数年放置するのもいいぞ。いや、ありえるよね。でもコミックス買うから、まあ分かんない、最終巻買わないっていうパターンもあるかも。でもさすがに買うよな、漫画は。集めたくなっちゃうからな、買いたくなっちゃうからな。悲しいね、好きだった漫画がもうずっと追っかけてるから。ヒロアカは1話からもう10年以上前か。ヒロアカってね悲しいのと同時に、でこっから何に俺はすがって生きていけばいいの。その若者たちとさ唯一話ができるコンテンツだったんだけど、もう最近の漫画知らないよ。ヒロアカ終わったら新連載始まるのかな。あー、堀越先生のどうだろうね。でもさすごくない、あんだけさ流行った漫画でさ終わってからさ次の作品連載し始めると、もう漫画バカすぎない、もしやるんだとしたらね。正直もうあんだけ流行ってさ、それこそ世界にもさ日本でもさ流行っててさ、もう多分印税とかもウハウハなわけじゃん。だからそれでまた漫画始めるってなったら、もう相当漫画バカだよ。すごいと思う本当に、ずっと続けてる人。ヒット作の次で大体こける。まあハードルも上がってるだろうしね。あの何々先生の新作って、風俗師にはまだパワーちゃんネタでいけるだろ。最近チェンソーマンも読んでねえわ。なんかもうあの一時期さ、あのジャンププラスでさ毎週チェンソーマン2もさ読んでたんだけど、なんか一時を境にあのジャンププラス起動しなくなっちゃってさ、コミックスで買うようになっちゃって、結局だからそれに伴いチェンソーマンも読まなくなっちゃった。今チェンソーマン下品すぎる。なんか抜いてもらったって話だし、聞いたわ。なんか朝ちゃんだか夜ちゃんだかにデンジが抜いてもらったっていう話は本当かどうか知らないけど、そういう話を見た、まとめサイトかなんかで。そんなこと、もうデンジにその欲をさ、デンジはずっとそこにたどり着けない状態でいてほしかった感じもするけどね。でその欲の喜びを知らないまま暴れ放題してほしかったけど、もう抜いてもらったらもう終わりだよ。
本当なのかな。抜きの喜びをしちゃったらもう弱くなりそう。チェンソーマンが。てか、デンジが。妄想の中でずっと、いてほしかった。だから全然読んでない。サチロクだけだね。手こきに通う。今もう俺がジャンププラスで追っかけてるのはそれ以外はもう怪獣8号とダンダダンもなんか飽きちゃった。漫画買ってたけど気が向いたら買うわ。でも飽きちゃった。なんかずっと戦ってるからあいつら。姫様、あ、姫様は買ってるわ。そうだ、姫様とサチロク。なんか疲れ、濃くない味。バトルマン、バトル漫画やつら。でも怪獣8号アニメ化すんだよね。なんか怪獣8号の UT がいっぱい映ってたわ、ユニクロに。ダンダダンもアニメ化すんだっけ。同じタイミングでやるのかな。ダンダダンも怪獣8号も。なんかバトル漫画ってなかなかやっぱり難しいんだろうな。もうワンクール終わる？え、どっちが？怪獣8号？ダンダダン？全然知らないじゃん、俺。何も。え、怪獣8号やってんの？アニメ。マジで？知らなかった。見りゃよかった。どうしようもねえな、俺。ポンコツじゃん。言うて嫌いじゃなかったんだけどな。一回マーベルスナップ挟むか。スーナップだー。エマーベルスナップ。え、マーベルスナップ、なんで該当なしなんだ。スーナップだ。あ、俺デッキ、あれデッキを、マーベルスナップのデッキを作ったっていう話したっけ。新しいこれ破壊神スナップしながら雑談しよう。できるかな、スナップしながら雑談。この破壊デッキを作りました。自分のカードを破壊していって、破壊デッキ、そう。自分のカードを破壊していって強化したりするデッキなんだけど、むずい。でもそれのおかげで今ランク上がってる。コメティックか。まあ、確かに。え、相手めっちゃ強い人じゃない、あれ。下手したら。こいつもノバもこのカードが破壊したとき、自分のすべてのカードのパワーをプラス1するとか。このカードが破壊されたとき、それをウィンターソルジャーに書き換えるとか、そういうのを。ターン終了時、ここにある全ての自分のカードをシンビオートと融合する。あ、ダメですね。あれ、シンビオートと融合すると何が起きるんだっけな。廃棄と破壊って違う扱い。そう、俺もね、それ知らなかったんだよね。廃棄と破壊って違う扱いなんだよ。なんかこのカードを廃棄するとかあるんだけど、廃棄と破壊は違う扱いです。あれ罠です。さあ、ここで俺が出すのはこれ何。このターン全てのカードがここにしかプレイできない。ああ、そういうことか。これどっちかな。まあ、こっちか。うわ、やば、コピーされた。で、この2体を破壊することによってパワーが上がるけど、で、ほら、エンジェルも来る。このカード、自分のカードが破壊されたとき、自分の手札またデッキから飛び出してそれを置き換える。飛んできてくれた。ここは強くなったと。で、ジェシカ・ジョーンズ出すか。え、ペットマンション2個だ。今日ペットマンションの日か。うわ、だるいな、あそこ。これ何？アスカルトウィッチか。書き換え。ターン6はここにカードをプレイできない。なるほどね。シンビオートになった。そしたら、うわー、どうしよっかな。こいつ出すか。いや、こうするか。いや、微妙かもな。遊戯王でも墓地に送ると破壊すると捨てるで意味違うから。そうなんだよね、ややこしい。俺もずっと破壊デッキと廃棄デッキをごっちゃにしてて、
でこれもこれ出した時に破壊してこいつのプラを破壊した枚数分2にするっていうカードなんだけど、うわっ 22? うわこれ強化されたらうぜえな。これエンジェルが邪魔だな。アポカリプスって2回壊されてハルクより弱いけど強いの。うん、あのこのデッキだと強いけど今弱い。うわーダリー。ここでだからあのブルーマーベルとかあの全体のパワーを1上げるみたいなやつが出てくると結構だるい。2上げるやつかなってことは2-2でここ捨てるかでどっちに出してくるかだな。あ、あ、あ、大体は撤退したびっくりした俺時間切れになっちゃったかと思った。勝利勝ちました。なんか知んないけど撤退してくれました相手が。ありがたき幸せっていうデッキ。撤退し、多分勝てなかったんだね。手札的に手札的に勝てなかったんだろうな。で結構ねこのデッキにしてからね勝ってるかも。最もカード位が高いカードをコピーする。うわ俺のブルーマーベルコピーされたダリー。うわスナップしてきた。俺もしよう。相手が初手スナップしてきたら俺もこれ礼儀としてスナップだ。俺も礼儀として返す。6コストのカードをマイナス1する。これはここに出すかな。ウルバラインをウォルベラインを次にここにプレイするカードがダリーマジ切り替わんのだるすぎ。ノボ上げなきゃいけないってこと。カード1枚うわマジか。そこに出すんじゃなかったな。じゃあいっかノバあげるよ。しょうがない。アメリカチャペスくれんの。じゃあありがとう。俺はノバあげるよ。ちょっと弱いけど許してくれ。本当は破壊したかったけどね。キープしてたごめん。まあいいでしょう。エンジェル絶妙に邪魔なんだよな。アンゲラうわーこれセーバートゥース出すか。未来のこと考えて動くとするといやうわーむずいな。どこに出すか。広げるか狭めるかなんだよね。固めるか広げるか固めるか。広げよう。うわバッキーバーンズがスーンナップドんーでコストカード1減ってんのか。ここにある自分のカードを全て破壊する。いやオーディンね微妙よくないね。一旦サイクロプス出す。あアポカリプスか。一旦アポカリプス出して様子見するか。うわジェシカ・ジョーンズ出してきた。ってことはここなんか出したらほぼ勝てんじゃん。ってなるとここ安く勝ちたいな。これ罠だったらめっちゃうまくない。餌でさこいつ次のターン出さないとパワーをプラス4するっていうカードなんだけどここに出してきたらめっちゃうまいけどな相手。いやありえるよ。7。うわー微妙。まあこうするしかないな。出してこなかった。
うわ、ブルーマーベルなら勝てるじゃん。ういー、はーい、8点ちょっとスナップするぐらいだからうまいはず。まだまだだったな、結局のところ。最大ほら、あ、落ちたランクほら今35まで上がってます。ランク前のデッキ使ってる時よりは上がってるわ。どう、これがラッパンパンパラプンプンパです。このデッキ結構ね強いらしい。なんか割とこの初心者帯だと結構強いデッキらしい。このレベル帯ぐらいだと結構多い、めっちゃみんな使ってる。でかなりミラーマッチになること多い。だからメタデッキを組んだ方がいいまであるかも。なんだっけ、ミリソじゃねえや、ミリオンのガシャ回せって言ってた。マーベルスナップはもう俺今日昼もやってたからそんなやらなくていいんだよ。スナップだ、あ、ソロカマル見たい。あと1試合だけさせて。ただ馬も無料10連マジ。スナップだ、勝利聞けた？みんな、俺なんか今スピーカーで流してるから音がちっちゃくて。うわ、めっちゃいい手札。相手の手札のカード1枚をコピーする。おお、何取られたんだろう。んー、ノバー。うわ、これめっちゃいい手札だけどさ、やりすぎかもな。ノバ出します。ノバ、ウルバリン、バッキー出して、カーネージ出して、ハハハハ、あ、でも互いに相手のデッキからカードを引く。うわ、やばい、デッキ交換させられた、最悪。でもノバのこと考えるとウルヴァリンの方がいいかも。うわ、相手に破壊デッキ取られた。みんなどうしよう。これなんだ、あ、パワーカードプレイしたらパワープラスな。劣勢のプレイヤーにサイ、劣勢のプレイヤーのサイドに岩を1枚か、まあ岩1枚だったら別にいいか。相手は何できたの？わかんない。なんだろう。パワー。手札にか、デッキ以外からカードが自分の手札に加えられたとき1枚カードをパワープラス上げるとか。手札の最も高いカードを、コピーするとかだから多分、パワーアップデッキ。マンティス出しつつ、あー、そうだね、これ手札に加えていろんなカードを、こいつの攻撃力を上げるデッキかも。一旦こうするか。カーネージ出してきたか。出してくんだカーネージ、マジ成功した。うわ、カーネージコピーしちゃった。いい加減にしな。うわー、ウルバにそこ行く、ウルバにそこ行くのやだな。え、しかもパワーアップした状態でコピーされた、強っ。え、相手スナップしてきた、マジ余裕あるな。まだ俺はスナップしない、怖い、余裕がない。さあどうするかだな。デッキ以外からカードを1枚手札に加えられたとき、こいつ出して、いや、こいつここに出して2枚加えられるからこうかな。加えデッキの真髄を見せましょう。これ加えるたびに、あ、プラス1か、プラス2かと思ってた。これでセンチネルが1枚加わるのでプラス1で、エージェント13でカードが加わるのでプラス1と。なんだこいつ、相手はカードを2枚引く、へえ、おもろ。
こうかな。ロケーション書き換える。書き換えてみる。マックスまで出すか。出せるだけ出そう。さあいかがでしょう。相手でもそんな強いカードないはずなんだけどな。え、それでいいの。勝っちゃうよ俺。スナップ強かった。じゃあここなんかやばいこと起きたらやばいな。あー関係ねえ。え、よかったスナップ強かった。じゃあスーナップだ。勝利。このデッキ強そうな。俺作ってみたいんだよねこいつ。ザ・コレクター軸のデッキ作ってみたいんだよね。これ強そうじゃない。デッキ以外からカードが1枚自分手札に加われた時、1枚につきパワープラス1する。こいつ軸のデッキ作ってみたいんだよね。このセンチネルってさ、公開時に手札に1枚センチネルを加えるだから、センチネルがいれば毎ターンこのセンチネルが加わってきて絶対1はつくんだよね。面白そうだよねこのデッキね。でも俺これ持ってないんだよね、ザ・コレクター。これ持ってないせいで組めない。でも勝ったわ。ちょろ簡単かも。マーベルスナップ、スーナップだ。そいつで無限に増やすやつ。そう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 、アニメイト来い。コレクター、いやーモービースだ。コレクターなしで組んでみたら。コレクターなしで組んだら多分意味ねえと思う。コレクターがいないと意味ないデッキだから。このゲーム中に自分が廃棄したカード1枚につきパワープラスにする。廃棄したカードか。破壊したカードだったらよかったな。廃棄はまたねあんまないんだよね。破壊は結構いるんだけど廃棄はそんないないんだよな。恐竜みたいなやつでも使える。恐竜こいつ。あーデビルダイナソーかな。手札にあるカード1枚につきパワープラスにする。どれだっけ。こいつって廃棄。あーこいつ廃棄か。こいつ廃棄なのか。そしたら廃棄寄りにして今のカード入れるのありかもな。あれ、あブレイドも廃棄。あブレイドも廃棄か。難しい。バランスがむずい。廃棄と破壊の。廃棄寄りにするか破壊寄りにするか。廃棄神も作んなきゃいけないかも。デッキ廃棄寄りの、これ破壊寄りにして。今のカードだって強そうだったもんね。どれだ今。なんだっけ俺手に入れたやつ。こいつだっけ。廃棄するたびにゼロのやつだっけ。攻撃力がゼロだったら、こいつ違う。あこいつだ。このゲームに自分が廃棄したカード1枚につきパワーをプラスにする。強そうだけどな。まあうまく廃棄かな。難しいよな。アビリティ選択破壊じゃん。あ廃棄。あこれだけか。廃棄に関連するやつはこいつら。廃棄できるのがブレードとレディシフとソードマスターだから、廃棄できるのこれだけって考えるとちょっと苦しいな。マックスでも完全にハマっても6ってことか。まだちょっと俺には早いかも。イエーイイエーイ完璧。面白いねこのゲーム。みんなもやった方がいいよ。面白いから。難しいけどカード少ない時、今ちょっとカードが増えてきて面白くなってきた。やっと面白くなってきた。カードが増えてきて。終わるか。ワンモア、もう一回スナップだ。スナップどのタイミングで仕掛ければいいか分かんねえんだよな。ただ唯一の懸念点は
どのタイミングでスナップを仕掛けていくか、そこ難しい。まあ手札はあんま2のやつがいないとちょっと痛いな。ここにカードがプレイした後、そのカードのコピーを1枚を別のロケーションに置いじゃん。ノバ。2のやつ来い。2のやつ。うわ、破壊されないだって。クソ。エンジェル来ちゃったか。このゲームでランク上げるには撤退とスナップのさじ加減次第。確かに。うわ、弱いな。うわ、アーマー、これメタ貼られてる。うわ、破壊デッキに最悪のデッキの相手撤退かも。ねえ。超メタ貼られてる。これね、今全部の画面で破壊できなくなった。これ完全メタ貼られてる。マジ？どうすんのじゃあ。破壊できなかったらもう無理じゃん。俺のデッキ。まあ、シンプルな火力で殴っていくかじゃあ。しょうがねえから。アイスマン。まあ、火力高いからね、こいつら。このデッキ、実は。真ん中はまあ、ちょっと。うわー、でもブルーマーベル破壊しちゃうのか。やだな。うわー、破壊できねえと言って。くそー、ブルーマーベル破壊。あ、ここに出せばいいのか。公開時効果使えないので。でかい。こいつのコスモのおかげで。わかんだ、11以上ないぞ、これ。かなり熱い情報。アイアンマンか、2倍ね。ってことは左あんまり。うわっ、右にもか。うますぎる。あ、じゃあ俺、ブルーマベル左出しちゃうかった。ミスった。うげげ。うげげのげだ、それは。うわー、スナップしてきた。これ左に強いやつ出すつもりだろ、絶対。これ絶対左に強いやつ出してくるわ。最悪だ。うわー、ディビルダイナソー。うわー、うわー、キッチー。うわー、うわー、今撤退だったなー。もうてかもうきつすぎ、全部破壊不能は、ね、全部破壊不能はさすがにきちすぎ。しょうがない、そういうね、そういう負けもする。でもあれは相手があのコピーするところにアーマー置いたのがうまかったね。負けては終われねえよな。俺明日早起きしなきゃいけないからさ、今日あんまり遅くまで配信できない。ここにプレイするカードが相手のサイドに切り替わる。絵描きたいんだよね、でも実は。うわ、相手も破壊できかも、これ。だる。相手破壊できの可能性高い。シャニアに総集編やるけど見ないのか。え、どうやるの？ニコ生だってないじゃん。おいっす。破壊合戦かもしれない。崩壊時効果が2回適用される。なるほど。遊びチャンネルで、へえ、そうなんだ。結局ニコ生ができないからか。ハルク、ハルクなんか言うてんだ。ソードマスター出してきた。どうしよう。ターン5終了後、ここにある全てのカードのパワーをマイナスにする。よくないね。次のターン。これ逃したら多分一生見ないぞ。でもだって俺明日早いんだもん。え、明日あるってこと？バッキーに、あれ破壊カードでしょ。あ、くれたバッキー。ラッキー。
何これ、スコーピオン。相手のカードパワーを全部1、マイナス1。何デッキか分かんないね。ね、こうするか。なんかトリッキーなデッキだな。破壊デッキでもノバとかソードマスターとか出てるから破壊デッキ寄りではあると思うんだけど、スコーピオン初めて見た。エンジェルに、え、どういうデッキ ?1 デッキ。あー、行っちゃった忘れてた、行っちゃうこと、行っちゃうこと忘れてたな。普通にどうしようかな。ここが11以上にならないから、11以上になるように出せばいいんだ。こうか。あ、でも分かんない、これブルーマーベルとかで全員1とかさせられたらきちいなってなると、コイル引くってなるとの噂だな。全員プラス1だとして15だから、こうしなきゃダメだし、これどっちかだな。あ、でも勝ててるか。ここ取られてもここ取るし、ここ取られてもどっちか取ってる。大丈夫だろう、多分勝てる。あ、スナップ忘れてる、クソ。確かにスナップだ、すればよかった。さあこいつが何か。おい、全然普通に勝った全然普通に勝った。一応破壊デッキだったのかな、相手も。勝利、ボットかな。ボットの可能性はある。で今ね、俺このラン星5体、このコストの4と5のあたり何入れるかめっちゃ迷ってね。今適当にジェシカ・ジョーンズとブルーマーベル入れてるんだけど、なんかしっくりくるやついねえなと思って。表紙抜けガチャ多くない？結構多い。何入れるかめっちゃ迷ってる。何が強いんだろうね。やっぱスパイダーウーマンとか入れてる人もいるし、結構いろいろ人によって違う。このあたり4と5のあたりは、あとブレイド入れるかどうかだね。難しい。そのハゲ強いらしいぞ。どのハゲ？このハゲ、このハゲ強いよ。でもこのハゲね、強いけど使うのめっちゃむずいんだよね。え、どのハゲ？いっぱいハゲしかいねえよこのゲーム頭ツルツルだよみんな。アイロンメンはあんまり。このハゲ、このハゲ強いけど出しちゃうとそこがもう使えなくなるっていうのがむずい。永続デッキに一時期入れてたかな。あとこのエンチャントレスとかね、完全に永続デッキメタとして入れるとか。マジでバランスめっちゃむずい。俺この2と3が多いと思うんだよね。俺2と3がちょっと多すぎるかなとも思ってる。低コスト帯が多いなって思ってる自分では。じゃあ終わるねマーベルスナップでした、ありがとう。スーナップだ。次は、お、前のデッキは重い重いさに。そうなんだよね、バランスがマジでむずい。ミリ下なんだっけ。ちょっと明日何時か、何時かっていうか明日何時に集合だろう。シーズンのソン新曲来る、マジ。え、この間来たばっかじゃなかったっけ、シーズンのソン新曲って。シーズン好きだね高山。アイドル半年で一周するから。なるほどね。え、そんな前、もうあれ半年前ってこと。でん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 
これ誰だ。かなちゃん。にちか。うわ。え、今右下のあれってアイコンってめぐみなんだ。かわいい。超レビ。今日でも結構寝たはずなんだけどね。昨日眠すぎてさ、10時ぐらい寝たじゃん。で、なんか一回朝の5時に起きて、こんなアップで6月4日だぞ。朝の5時に起きて、で、ご飯食べて1時間ぐらい経ってまた寝たんだよね。で、11時ぐらいまで寝たんだよね。だからいっぱい寝たと思って寝たんだけど、眠いわ、なんかしないけど、今日。でも今日絵描きたいんだよ。1枚ぐらい。サクッと。サクッとポチッと。モニッと。プチッと。水着描きたい。誰がいいかな？水着を描くのであれば。初星学園の生地配布されたから使わないと。あ、そう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 。初星学園のスカートの布のテクスチャーが公式が出してくれて、ヒロはガリガリだから描かない。描く、好みじゃない。体型が。別にヒロちゃんは嫌いじゃないけど、まあ、あんまりまだプレイしてない、プロデュースしてないから知らないんだけど。ヒロちゃん多分性格は好みだけど、あのガリガリだから好きじゃない。心配になっちゃう。普通にヒロをプロデュースしろってこと？もしかして。そういうわけでもなく。ネミ？学マスの汎用水着、下半身ナーフされてるから書いてくれ。どういうこと？貧弱ってこと？下半身が。よくねえよな、それはな。ムチプリポヨポヨにしてやんねえとな。パーカーで隠しやがる。なるほどね。いやでもそれが良くない？割と。え、下はもしかしてそのビキニシステムなのか、それともハーフパンツなのかみたいな。もしかしたら履いてないのかもしれない。いろんな想像ができるじゃん。隠されてるってことは。隠されてるのが一番いいんだよ。でもね、右下が起動しないから終わってる。右下、右下起動しないんだ。ルン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 。でも正直マジで今学マスの絵描くとボーナスだわ。ちょっと伸びすぎ。俺の絵3963いいね。絶対伸びすぎ。他のキャラだったらこのぐらいのクオリティだったら300いいねいけばいい方みたいな。完全に設定6。完全にボーナス期間。今物語性もないね。そう、まあ物語性はあるかも。一応公式にないものではあるから。あの衣装を着てる公式のイラストは手まりちゃんしかないから。でもちょっとそんなになんかいい構図なわけでもないし、正直3900円でもらうほどの構図ではない。ほんと正面からただ立ってる手まりちゃんだけだから。手まりちゃんじゃねえや、さきちゃんだけだから。ちょっと怖いね、学マスのイラスト。なんかこれに慣れちゃいけないなって思う。もらったいいねはありがたく受け取る。いやもちろんありがたく受け取ってるけど、だこれに慣れて、いや俺バズエシじゃんって思わない方がいいと思う。これ本当に今学マスボーナス期間だから。なんかでもさ、ツイッターのトレンドとかでもさ、稼げるときに稼ぐんだよ。スナップだ、確かに。スナップだ。え、今日未来ちゃん誕生日なの？起動する？今日ってバースデーライブですよね。ミリスロ起動する？なんか俺のミリスロのアーカイブにミリスロガチ勢の人がコメントしてくれてた。めっちゃ6件ぐらい、なんかいろいろ教えてくれてた。ここはこうです、もうここはこう可能性がありますみたいな、こういううんちゃーですって。ありがたいからありがとうございますってコメント返しといた。
そんな人おるんかね。すごいよね、びっくりしちゃった。なんとカウントダウンログインボーナス明日なのに。世の中広い、本当にな。俺も負けてらんねえよな、実機持ってんのに。でもどうやったらフリーズするか教えてくれない、教えてくれなかった。ミリスロ起動してだ、ミリオンライブが好きな人にもさ、忍者を題材にした大人気ドラマのスピンオフ作品、静かなあんな、その撮影の真っ只中だ。え、忍者になったんだ2人とも。相手が持ってるんじゃないか、それぐらいならね。でもミリオンライブを好きな人の多分9割9分9厘が持ってないから、あのこの専用誕生日ボイスを聞けるのは持ってる人だけなんだよな。持ってる人が現地に行く人とか打ちに行く人か、その人たちのために俺は音声を残してあげた方がいいかもしれない。もしかしたらアンナちゃん、あ、隠れてる。うわ、え、うま、エッチだね。え、うめえな、え、うまい、かわいい、え、うまいな、え、うまくなりてえな。どうやったら絵うまくなるかわかんねえんだよな。何を学ぶの、何かを、絵うまい人って何かを学んだの、イベントやったやの、あの、しょぼいイベントしかやってねえや。千川 AI で確かに、え、めぐみから留守電書いてる、悪い、めぐみ。チェックしてみてくださいね。ありゃ、また留守電だよ。もうタイミング悪いの、私。これパチンコ打ってた。やっほー、プロデューサー。私だよ、めぐみ。今日も忙しそうだね。めぐみパチンコで彼氏にパチンコ台とか渡すタイプ？それで電話したの。1ヶ月も出勤してないから確かに。あ、なんかあとでなんか秋葉でやってるらしいね、コラボ。めっちゃ楽しみでさ。最近じゃなかった？コラボドリンクとか絶対楽しくない？グッズ買ったら。どこでやってんのコラボ？超嬉しいし。アトレじゃないの？アトレ以外でもやってんの？私店内放送もするんだよね。めぐみの声久しぶりに聞いて可愛いな。秋葉全土で、へえ、そうなんだ。行こうかな、秋葉。想像したらなんかもうなんか俺前もやった時のなんかね、クリアファイル持ってるよ。これじゃ私が楽しんでるな。うん。ミリオンのミリオンと秋葉がコラボした時のクリアファイル。しっかり案内しなきゃだよね。頑張る。可愛い。そんで頑張ってほしい。仕事が終わったら近場のファミレスでみんなで打ち上げすんの。秋葉のファミレスはおすすめはね、あの。電気街口じゃない、電気街口と、あの、電気街口出て、高架下に、高架下を通って、通った奥にあるデニーズが結構おすすめ。案外人いない。結構どこのファミレスも混んでるけど、秋葉。駅近で結構人いなくからおすすめ。プロデューサー、お疲れ。また明日ね。かわいいな、めぐみ。電話、めっちゃ。なんか悲しいよな、留守電って。めぐみってこと聞いてるよ。聞いてた、聞いてた。頑張ってねって、話してて。千秋楽だ、イベントが。え、かわいい。え、うま。生クリーム王決定戦、おい、俺が1位だろ、そんなもんは。俺がどれだけ生クリーム好きか知らねえな。さては、生クリーム王としては負けてらんねえよな。じゃ、生クリーム王と生クリーム王女で2人で生クリーム帝国を築こう。未来、そうしよう。当てます、アンナちゃんと静香ちゃん、2枚引きします。ミリオンライバー引かしてくれるので、いけ、うん、タキーン。いやー、楽しそうなところか。2倍だよ、でも2倍。ミリオンフェスじゃないんだ。2倍だ。おお、なんかローディング入ったし、いくよ。チュビーン。おっ、普通にクキクキ。おっ、2倍ね、結局2倍だから、結局2倍だから2枚出ないとおかしいんだよね。だっ
ったら当倍の確率でも1枚出るんじゃないの。こんばんは、こんばんは。これじゃあ静香ちゃんとアンナちゃん2枚抜きするわ。甘やかしすぎ。確かにミリオンライブはね、いつ来てもね俺に SSR をくれるの。あらかわいい。いけいけロード、よし、アンナちゃん、静香ちゃん、いけ、ピックアップ。おえ、これ違うな。海見の三つ編みが見えた。今こういう振袖っぽいの着てたから、ワンチャン和風だから誰かしらかと思ったけど違うわ。海見のあれが見えちまった。かわいい。デニーズっぽいから、確かに。俺がちょうどデニーズの話したからかな。食べちゃうぞ、海見を。パク？行け！ピックアップ！ピックアップ！え、ロード入んない。あ、入った。ピックアップ！ピックアップ！あ、ユキポッポ。あ、違う。スバルちゃんか。あ、ユキポッポだ。髪型、ちょっと似てんな。シルエットはどう？でもスバルちゃんよりバッツンか、ユキホノが。とても素敵ですね。私なんかが着ても、うん、この衣装に負けないように私も頑張ります。ポッポピックアップ出なかった。なんで、なんでピックアップ出なかったの。見てない MV 見ようぜ。ある。まあソロの MV はほとんど見ないんだけど。それ抜きにして、ある？イベント曲？アクセルレーションって何これ。ソロか。ん？ソロじゃなさそうじゃない？イルミネイト、どこにあるんだ。青空にテルルテル固定概念でのスドゥ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 してみてよ。んこれか。ルンルンルンルルンルルルンルルン。音は聞こえねえよ。誰が歌ってんの。まことちゃんと千早ちゃんと、え、オールスターズの曲なの。知らない。オールスターズの新曲らしいです。へえ。お前一気に行くじゃん。まあオールスターズもなんかね、なんかやろうとしてるしな。あ、しかもハッチポッチ2もやるんだもんね。絶対見たい。なんかさ、またあのなんかアイマスの合同生放送みたいなのやるよね、周年の。かっこよさそう。まだオールスターの曲がちゃんと出てきてくれてるのはすごいよな。でもなんかあの V アライブがさ、バンナムプロに所属したことでさ、バンナムプロの子たちがまた4コマに出てきてみんな大喜びしてたね。バンナム P たちが、ディアリースターズを好きなやからたちが大興奮。めっちゃかっこいいな。ゴリゴリクールっぽい曲。ほぼ解放しちゃったから今まで。ほぼディアリースターズ以外の露出がない状態で、中の人売れっ子が多い。だって花澤香菜に、なんだっけ、ととと、なんだっけ、とと、
デイリーサーズのトマツ遥さん、そう、デイリーサーズの中の人のキャラの声を覚えてるね。俺はまああんまり知らないけど、あとはリョウちゃんの人、リョウちゃんの人はまあサイド M でライブ出てるだろうけど、まあ、なかなかね、そのライブに出るということもあんまりしてないんじゃないの。あれトマツ遥さんじゃないっけ、違ったっけ、俺がトしか覚えてない、間違えしたっけ、合ってる、びっくりした、フルコンボであれしたかったのに、あれでかいの出てきた、もうやっぱ俺見てなかった、今ぼーっとプレイしてたせいで、うわでかいの、やっぱでかって言いそこにそびれたとだけ覚えてるの不思議すぎる。トマツ遥が出てこなくて、なんかとだったなと思ったんだけど、なんだっけなと思って、トマツでしたね。まあ楽しみだね。だから VR ライブがね、 VR ライブが今後関わってくるときにどうやって関わるかだよな、問題は。でも今まではさ、その遥ちゃんとかと、あとなんだっけ、あのカホちゃん、渋谷にできるバンダムのライブハウスでやりそう。ああ、そのキャラクターとは絡んでたけど、ライブとかもしね、だってアイドルデビューしたってことはさ、なんか合同ライブとかがあったらさ、出てくる可能性あるよね。そういう時どうするかだよね。まあでも声優さんがどういう扱いになるかだよね。そうなってくると絡みがあるっていうと、声優さんと絡まないじゃん、 VR ライブの子たちは。多分 VR ライブの子たちはあくまであれでしょ。え、俺オールスターズの SSR って全然持ってないの、もしかして。あ、全然持ってなさそう。これ着せる、これ全員着れる。VR ライブとかならダンス練習しなくてもいいけど、確かに。K アリーナの中の人出てたの？うん、出てなかった。あれ、去年の周年カードもらえるの今日はだぞ。間に合うはずねえだろ。絶対間に合わないわ。中の人出てなくて、3D モデルで歌って踊ってしてた。イルミネート、あれ大文字のとこだけ読むとルナになるけど意味があるのかな。なるみルナへのメッセージか、もしかしたら可能性はある隠されたメッセージかもしれない。なんか、響ちゃんがこういう曲歌ってると、ちょっと黒い側だよね。黒いの頃の響ちゃんの感じあるよね。まあ、響ちゃん結構なんだかんだ曲はかっこいい曲多いんだよな。響ちゃんがバカなだけで響ちゃん自体がバカなだけで、響ちゃんの曲はかっこいいの多いからな。黒い新曲も出そうね、ライブやるしね。曲はかっこいい曲多いか、響ちゃんって。あんまりバカな曲ないか。響ちゃん動物逃がしてるイメージしかねえからな。普段はあやけしながら動物逃がしてるイメージしかねえからな。俺も響ちゃんのことそんな知らないんだけど、ちゃんと知ってるのがあのアイドルマスター SP の敵として出てくる響ちゃんしか知らないから、ただただ動物逃がしてるだけだったから、あの時は。会うたび会うたび危険動物を逃がしてあやへしてたから、その言い方だとやばい動物愛護団体みたい。めちゃめちゃ動物逃がしてるよ、放流してる。多分逃がしちゃいけない動物とか逃がしてる。あの沖縄から連れてきちゃいけない動物とか、宮古島のなんか移動禁止されてる国内外来種みたいな、なんか
連れてきて日本で、あ、日本じゃない、東京で逃がしてる可能性がある。ワニとかいるしね、心配。そういうことはしないでほしい。ひびきちゃんはでもかっこいいから許す。曲はね、なんか俺さっきお風呂入ったんだけど、あのお風呂入ってて思い出した、今髪の毛触ってて思い出したんだけど、なんかこの間美容室に行ったら、あの俺髪の毛が乾きやすい体質らしい。めっちゃすぐ乾きますねって言われた。どういうな、どういうことなのか分かんないけど、髪の毛めちゃめちゃすぐ乾きますね、そういう体質なんすね言われた。俺もう乾いてるもん今、さっきお風呂入って困ってた。髪の毛が乾きやすくて、なんかずっとあのスプレーでプシュプシュしてた。そんな体質あるか、あるらしいよ。いるんすよ結構、たまに乾きやすい人って。めっちゃ乾きやすいっすね。なんか頻繁に俺の髪の毛を濡らしてた。俺ももうすでに乾いてるし、なんだろうね、パサパサしてんのかな、乾燥してんのかな、ロード長。まあいいや、髪の密度が低いんじゃない、うん、うん、毛量多いって言われた。めっちゃ毛量多いっすね、消しますねって言われた。シナジン発水スプレーかけられてる、あるような、なんかライフハックみたいなやつで、あのシンクには撥水スプレーをかけようみたいな、新居のライフハックみたいなの死ぬほど出てくるわ。別に俺引っ越してもねえのに。ウマ娘だっけ、タケトゥトゥーン。ウマ娘はもう60年ぶりに起動するけど、ドゥ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 、ウマ娘プリティーダービー。多いしね、海見た、確かに。271メガもう多いんだよな常に。絵描こうかな、なんだかんだ、なんだかんだ絵を描きたいかも。やっぱり言うて、やっぱり3000いいねももらっちゃうと、モチベーション上がるわ。プリコネ消えてて悲しい。そう、消えてないでしょ、いるよほらここに、ちゃんと俺のここに残ってるよプリコネは。これあんまり起動してないやつらは今こっちに封印されてるけど、一応いるよ。姉妹が添い寝してるやつ完成させるよ。めっちゃね、書き途中の絵あるわ。姉妹が添い寝してる絵と、あとあのリナミに膝枕されてる絵。学マスブームが終わる前に稼いとかんと。いやでもさ、マジであのみんながアイマスの話ずっとしてていいよね、嬉しい。こんな感じじゃなかったのに、ちょっと前まで。クラマス途中だから援軍に来て、クラマス来てくれ。嫌です、行きません。よかった、ガクマスにクラバトがなくて。ガクマス直前までアイマス全体がおつやムードまであったねえ。カニだぞ、カニじゃダメだよ、サソリじゃないと。爪がありゃいいと思うんじゃねえんだよ。ガクマスは本当にすごいな。でこれがどこまで続くか、だからどれぐらいのタイミングでこの次のそのなんだっけ、初星アイドルフェスティバルが追加されるのかとか。でも曲の頻度はすごいね今んとこね、新曲の頻度えぐい、心配になっちゃう。こんなにドリームジャーニー、飛ばしちゃった、ごめんね。え、理事長だって、あらかわいい。グッズが売れすぎて追いつかず販売延期になったらしい。へえ、
これがもお、2回分もストックがある。熱っ。どれ、え、サポートかよ。ねえ、サポートなんですけど。そろそろみんな学マスの課金圧力の強さに気づいてる。え、新シナリオ来たの？本当は新育成シナリオ開幕だって。出すか。じゃあ、え、いや出てない。虹かと思った。虹に見えた。ちゃんちゃん、くそ、かわいい。新シナリオかわいいの。馬娘もね、ちょっと描きたいんだよね。あら、かわいい。また8時間かけて新シナリオやろう。新キャラでやったらそうなるよな、多分。でも俺さ、この間さ、引いたじゃん、あの、ファルコの SSR2 枚目。あれとかのコミ見たいなとは思ってるけど、それを新シナリオでやったら多分、8時間かかる。かわいい。最強は作れる。超うんこしたい。ウオッカ。誰この子、かわいい。知らねえ。ウマ娘が死ぬほど増えてるわ、マジで。今シンデレラガールズよりいるんじゃないの、ウマ娘。 SSR 一番増えなかったし、最悪。終わってんじゃん。俺なんか前のなんだっけ、誰だっけ、めちゃめちゃ出たのにな、ピックアップ全然出なかったわ。とっくに超えてる。え、マジ190人以上いんの今、馬娘って。かわいい。達成、確認を忘れずにな。ネタ元には困らんしな。まあでも声優さんがすごい量じゃない、そうなってくると。どれ、新シナリオ。今年だけで新馬娘10人以上出てる。これ、タイ、トミ、食祭。なんで言うの？え、こんなにいっぱいあんの今。え、嘘、言ってないでしょ。あ、今変だった音。これだけ、なんで俺グランドマスターでやったんだろう、逆に。黙ってただけ。え、俺今黙ってないよ、ずっと喋ってたけど。嘘、言ったかも。じゃあマイク超うんこしたい。どうしよう、みんな。うわー、寝ようかな。眠いかな。一応学生さん出入りだけやっとくか。あ、ソルカマル、そうだ。ソルカマルは見ねえと。ソルカマルは見ないとだよ。意識なくしてただけかな。何これ、クソでかいんだけど、何これ。なんでこんな MSI アップププレイヤーでかいの。死ぬほどすごい巨大なサイズで起動してる、これ。ええわな、どうしよう。明日俺。何時起き？ 7時起きじゃ間に合わないかな。6時半ぐらいの限界だよね。麻雀しに行くんだけだ、だけなのに。麻雀しに行くだけなのに、6時半から7時ぐらいに起きないといけないの、明日。アイドルマスター。そんなことないよね、普通。あれ？最近は MSI よりムムプレイヤーの方がおすすめだぞ。へえ、何ムムプレイヤーって。MSI だとあれか、やっぱり黄色い模様が出ちゃうから。
てか早く公式が対応させてくれよ。こんだけ流行ってんだから今のうちだろう。今しかもみんなニコニコ動画がないんだから暇なんだから、パソコン勢が一番街で済ませれば楽だぞ。確かに。そしたら12時間麻雀するからさ、月に1回のドラゴン12時間麻雀が待ってる。学園アイドルマスター。俺の胸に携帯つけて配信しようかな。パソコン持ってる時点で状況だからみんな笑みでできるんだよな。いやでもできないよ、パソコン持っててる情弱なんか1億万人いるでしょ。マジでパソコンだけ持ってるバカなんて、マジ5億人、俺もそうだし。なんならなんかさ、昔はパソコンでいろいろ調べようって思ってたけどさ、今もう全然なんかそういう意欲がないよね。もう全部教えてほしい。だって俺昔だったら多分 AI イラストとかのさ、あのいろいろものすごい多分調べて自分でめっちゃ可愛い AI イラスト生成できるまで頑張るみたいな、ね、やってただろうに、そういう意欲がないもんね今で。俺 AI イラスターになってただろうに、闇落ち AI イラスト。気合を入れます。まだイベント始まってないんだっけ。7月1日だからだっけイベント。かわいい。調べることも AI がしてくれる。確かに全部聞こうかな、チャット GPT に。最高にかわいいなんだっけ AI イラストを作れる環境を構築してください。虚無期間長かったな。そうだっけ、今しばらく虚無期間だった。まだそんなに、まだ10もいけたいしな俺は。かわいいリリア。もうリリアのコミュとかほぼ忘れちゃった、一番最初に見たから。悪いリリア、悪いリア。一番最初に見たからもう全然覚えてない。もう一回見直さないと。なんか頑張ってるっていうのはスミカちゃんとの約束のために頑張ってるってことは覚えてるけど。リリース前の印象に戻ってる。あとこれ2回負けたり2回勝ったりしたらその時点で終わりでいいと思うんだけど、それはちょっとコミーノ直してほしいよね。コミーノに3回やる意味あんのかな、これ抗う意味が。あとスキップで全部スキップさせてほしい。コンテスト毎回本気でやったやつもいるんだぞ。本気って言ってもさ、でもあの放置でしょ。やばい、頑張れリリア、お前なら勝てる。うわーい、かわいい。超眠くなってきた。まだ早いな。でもでもこんぐらいか、寝るとしたら明日6時とかだとまだちょっと早いかな。1時間ぐらい、あと1時間ぐらい起きてたいな。ソルカマルの MV 見て、今寝たら多分3時間起きる。そうなんだよね、ちょっと早いよね、気持ちちょっと早い。でもさ、俺なんか眠気通りこそさ、たまに覚醒するんだよね。で眠れなくなっちゃうパターンもあるから、それも怖い。そうなったらいいか、眠く寝なきゃいいだけか。でもさ、前一回その12時間マージャンにさ寝ないで行ったのね。そしたらもう後半溶けすぎてちょんぼうになってたから、さすがにちゃんと寝ないで行きたくないなと思って、寝て行きたいなと思ってんだよね。超ちょんぼうになってたから、やっぱね睡眠はね取らなきゃダメ、人は死ぬ。サポートを強化するみたいなあんだよね。1レベルだけ強化したるか。ミッション、まだ足りない。何がやればいい、あと
コインガシャか、マニー交換。いざとなったら無限つもぎりで寝れるぞ。オンラインマージャンじゃねえんだよな。怒られちゃう。あとこれコミーのさ、このパス今はいいけど、これなんかミッションパスが、ミッションパスポイントが溜まった時のこのループ報酬を一括受け取りしても1個ずつしかもらえ、100ポイントごとずつしかもらえないのどうにかしてほしい。結構嫌だ、これ一括受け取りで全部受け取ってほしい。100ポイントずつ一括受け取りを押さなきゃいけないから、コミノに頼むよ。そのあたりはパス買ってないと一括受け取りボタンすらないぞ。え、マジ？えぐ。結局課金の重圧が強いゲームだね。だって全然ないもんね、あれが。配りジュエルが。やばい、これしかも毎日これ買ってるとマジでお金ない。ちゃんとプロデュースしないとこれマジでお金なくなる。お金なくなっちゃった。コイン。コインがマジでない。こういうゲームってコインってさ、なくならないもんじゃん。ちゃんとなくなるわ。課金で買おう。課金で買えんの？コイン。コイン買わせてくれよ、課金で。課金は強いけど、結局はスキン課金だからな。まあ確かに。でもカード課金もあるでしょ。限定 SSR が強かったらもう終わりよ。プリコムでも、プリコインでも初期は全然なくなってたの。マナー、そうだっけ。マニーとまた別じゃない。マナーはこのサポート強化するアイテムじゃない。プリコインでもマニーは余るでしょ。これが結構なくなるよね今でも。今日は学間さんもやんないかな。なんか MV 一回見とくか。どれにしようかな。いやー、ちなちゃんの SSR とか欲しいな。梅ちゃんも SSR 欲しいな。じゃあクルーミースティック見るか。なんだっけ、あ、クルムシースティックだ。あ、クルムシートリックだ。最近その緑っぽい子よく広告で見るんだけど、すげえ悪態ついてくる。緑っぽい子ってどの子、どれ。俺色弱だからどれが緑か分かんねえや。いるの緑の子なんて。一人もいなくない？ E&MV。 E&MV ってだって E& 見ないと解放されないよね。あ、手まりちゃん、あ、手まりちゃんはだってやばいよ。やばい女だよ。手まりちゃんはめちゃめちゃやばい女。しょうがない。だから。手まりちゃんは、プロデュースしても、変わんないよ。悪態ついてくることに関しては。ずっとそのまま。でも可愛いよ。なんかそういうところもひっくるめて愛おしくなってくる。なんか親みたいな感覚になる、手まりちゃんに関しては。何言ってんだこいつってのずっと。クソいい。いやー、リナミお姉ちゃん。俺のお姉ちゃんがリナミだったらどうしよう。リナミかもな、俺のお姉ちゃんは。この衣装スリットがすごいエッチだよね、お姉ちゃん。俺の姉ちゃんエッチなんだよね。やだな、言いたくない。俺姉がいるから、リアル姉がいるから、俺のお姉ちゃんエッチなんだよねって言いたくない。苦しくなる。なんかかすむ、かすむ、脳内をよぎる。これ天才なんだよな。やってくんねえかな、ライブでも。あそこに GoPro つけて
これにスモック着せる方法があるらしいね。確かに着せようと思えば着てくれるのかもしれない。完全に俺のこと考えてるだろうなこの時。かわいそうファンたち、不安たちは。まさかリナミに俺という男がいるとは。かわいすぎる。天才だ。どうせならお姉ちゃんにも言ってやる。やだろリアル姉にエッチだね。終わってる。これ俺のこと言ってるじゃん。みんなって言ってるけど、みんなに俺とリナミの出会いを忘れないことを伝えただけじゃん。かわいそう不安たち。俺のことなんだろうなって思ってるだろうに、違うよ、俺のことだよ、プロデューサーのことだよ。かわいい、あざした。今日は学問控えめで。じゃあ最後ソルカマル見て寝るか。え、ミリシャがデスクトップに侵食してきてる。こいつやるな。いつの間にかミリシタ、めぐみのミリシタがデスクトップに侵食してきやがる。怖え。ごめんないの。ぐん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 好き放題。この販売。あんだらないの。ドゥルルン。バイラスだね、完全に。ミリシタも仲間に入れてやれ。ソルカマルの曲どういう系だろう。聞き心地系か、おしゃれクール系か、元気系か。アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ。泣き系か、そう。結構いろんなパターンあると思う。ソルカマルはどっちにも対応してそう。結構ピピピピピピピ、それか青学系か、どれか。ピピ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 ピ、鮮魚売り場の前で。鮮魚売り場の前でカーニバル系か。秀和の可能性まだ残されてる。確かに秀和じゃないかな。2550日だって俺。すごシンデレラフェスブラン。お、関ちゃん、あ、なんか違う世界の、いなかったこれサイゲームズのこういうやつ。関ちゃん異種族だったんだ。サイゲームズの他のゲームにいなかった、ああいうドラゴン。愛の森でかくれんぼ、うわっ、エッチだ。エッチ席だ。釘のドラゴン、バンピーちゃん、エッチ関ちゃんじゃん。え、しかも腰にかっけえ羽生えてる、すげえ。うわ、尻尾も生えてる。え、すご、関ちゃんってそっち側の人間、関ドラゴンだったんだ。お腹見えてるし、おっぱいの間も見えてる。よくないよこれは。女子高生にさせちゃいけない格好かもしれん。関ドラゴンだ。なんだっけあの漫画、メイドラゴンじゃなくてマリドラゴン、なんだっけ、名前忘れちゃった。あの漫画、漫画持ってんのにな。あ、ルリドラゴンだ、ルリドラゴン。
俺が言いたかったのは、ルリドラゴン、ルリドラゴンとメイドラゴンと赤ドラゴンの戦いを繰り広げてもらおうじゃん。おやすみ知っている今日。あ、ちょっとエモ系か、ワンチャン聞き心地系の可能性あるぞ。え、結構落ち着いてない？すごい旅人みたい。でも出たエロヒモ。あ、でも違うか、イケイケか、イケイケの可能性もあり、そうでない可能性もある。固まっちゃった。あ、動いた。なんてないタイトル？バラカストーリア、月と太陽に祝福を。どういう曲だ。なんかテクニカルかも。どれにも属さないテクニカルタイプかも。見せてくるよ。もしかしたら青 Wi-Fi じゃん。出たー、青 Wi-Fi もとうとう侵食してきたか、ソルカマルに。テクニカルといえば青 Wi-Fi だからね。確かに。あ、こういう感じ、なんて言うんだろう、インドインドでもない。なんかあのアラジンとかのアラビアン、そうアラビアン、それが言いたかった、アラビアンだね。まあ、確かにアラビアンかも。カレーっぽい。この間なんかマハラジャとかやってなかった？寄ってない？あっちの方に。もしかして乗っ取られた？株主が南米の方に寄ってる？シンデレラガールズがもしかしたら南米に引っ張られてるかもしれない。アラビアと南米だっけ、インドとアラブと南米全部違うんだけどやめろよ、なんとなくで喋ってんだから。なんかあのそういう感じだよ、ぽいだろ全部。わかんない場所が全然。南米ってどこ、後進国は全部一緒だと思ってる、失礼すぎるだろ、なわけねえよ。でもマジでわかんない。南米は南の方だろうな、きっと。全然わかんない本当に。土地、地名、チリ、チリ信じられないぐらい弱い。読んで字の動く南アメリカで、アメリカか、じゃあ違うか。お、どっちも SSR1 持ってるのいいね。いっぱいナタリアに見せてほしいよ。バラカストーリア、月と太陽に祝福を。東京以外全部田舎だと思ってる。確かにブラジルとかチリとか、え、ブラジルとこういうのって違うの。あ、太陽と月なんだ。あ、ストーリー系の曲っぽいね。なんか好きだよ。ブラジルはカーニバルだもん。わ、かっこいい。アラビア、中東か。中東の笛って言うもんな、サッカーとかも。
え、めっちゃ良くない？この曲。うわ、すごい。下、おい、おしゃれすぎるだろ、MV。めちゃめちゃかっこよくない？ MV。月と太陽の曲。え、めちゃめちゃかっこいい。デレステメまだやれます。え、めちゃめちゃ良くない？え、スルメだなこれ多分。MV にかける予算は上がってそう。まあ、確かに曲の数が増え減ってるもんね。 MV 化する曲が減ってるからその分力込められるのかに。いやこれ多分ね、聞けば聞くほど染み出てくると思う。味が MV はクソいい。あ、そうやって終わるんだ。テクいな。ナタリア、もっともっと踊りたいぞ。ね、めっちゃいいかも。かっこいい。これフルで聞いたらなんか全然曲の印象また変わりそうだな。もう一回見るね。みんな準備はいいか？出会うはずのない情熱静寂の物語。まあだからそれこそ中東と南米の物語ってことだもんな。ライラってそのあたりなの？ライラってどこ生まれなんだろう？なんかでもアラブの石油王の娘みたいな設定じゃなかったっけ？ドバイ？ここめっちゃいい。ドゥ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 。めちゃめちゃおしゃんじゃない？演出も。こういうことできんだ、デレステ。やるね。表現力高いね、MV としての。ライブで再現したらすごいな。どうやってすんだよ。裏側に貼り付けるしかない。声優さんを磁石の靴で。お互い磁石の靴履けばなんとかなるかも。超強力磁石の靴をお互いの足の裏に仕込んで。片方めっちゃきついけどタイミングバッチリ合わないと下の人が落ちる。確かに太陽と月だったらな、出会うはずないよな。いやこれ絶対フルで聞いたらなんかもっとストーリー展開されてるタイプの曲だと思う。フル聞いてみたい。楽しみ。へえ、良き良きかな。ちゅうことで今日は寝ていきますか。ああ、絵を描きたかったけど、一応シャニも確かに。アイドルマスターシャニー・クランズ。グッズ見て。お、チャプター翼。あ、これ見たな、俺。確か。かわいい。うわ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 、これライブやんの？もう、マジ？
うわ、担当アイドルのグッズを並べてポーチをプロデュース。出たー、縫いとかも入れるんでしょ。公式ハーフジップトレーナー、おお、ハーフジップを取り入れてくれるなんて。今のトレンドらしい。あー、うるさ、ごめんね。え、なんかめっちゃうるさい。ハーフジップって今のトレンドらしいからね。やっぱ流行りに乗ってるね、高山も。これ?これか。オフィシャルグッズ。高っ、7500円もすんの?なんか結構その、流行りっぽい服出すよね。チャニマスグッズで。前回もなんか、コーチジャケットとか出してなかったっけ?パーカーとか、ジャージとか。アイドルグッズ。ロンティー?え?これ、もしかしてユニットごとに T シャツあんの?この絵柄だってこれイルミネの T シャツごとだよね。何これ?て、あれか、ハンケチか。おぉ、かわいい。これかわいいな。ははは。お揃い風仮面。あれじゃないんだ。アイマスクじゃないんだ。目のとこ開いてんだ、穴。うわ!これみんなあるんだ。あ、こういうなんかミニキャラの T シャツみたいなやつなんだ。オタクがそれつけたらめっちゃおもろい。おもろいよな、これライブで。でもつけるだろうし。あー、みんなこの、変なって言ったら失礼だ。この顔の。デフォルメ顔のあれなんだね。このミニ、あれかわいいね、ステッカー。ステッカーなんだ。アクリルクリップ。ほー。ほえー。いいな、アクリルキーホルダー欲しいな。アクスタって、アクスタもな。これ、エッチすぎないか?大丈夫?この衣装でライブできんの?ストレイ、こんなエッチな衣装でライブ出れるの？え、すごっ、パーカーこれ出るんだ、グッズで出るんだこれ。高っ、普通にこのまま来そうで怖い。確かに9500円。これはさすがにでもちょっと着れないな、高いし。ロンティーかわいい、バカ高だね。みんな買うんだろうな、でも。まあ、こういうのが。でも、これはちょっとな、普段使いもできなそうだしな。色派手だから。でも、アイドルのキャラの顔とか書いてあるわけでもないから、なんとも言えないな。全部そんな感じ?あ、服は違う。あ、グッズキャラによって服じゃないんだ。ちょっとコスプレすぎるよね。あ、ハンケチでいいじゃん。バンダナ。あ、あれだけ。ノクチュルだけ服なの?あ、ノクチュルだけ服なんだ。ノクチュルの負担えぐくない?ノクチュル P の。なんでこんな高いパーカー買わされんの?俺たちは。ノクチュル P は。これかわいいなぁ。たっけ。フルグラタオル。なんでひななが先頭なんだ俺。先頭出したひななだ。あー、まあ、あれか。配置か。キャラクターの。ってことは、ひな、とう、まどこいってことか。公式も。かわいい。俺もハッピー買おうかな。着るタイミングねえけど。まどこいをしてきてる。まどこいはずっと押してるでしょ。シーズは何?チェキホルダー。へえ、そんなんがあるんだ。コメティック。うわ、ハーバリウム。何ハーバリウムって。知らないよ。あれね、なんか、花が入ってるやつね。へぇ、花向けの花束の衣装だよね、これね。これ絶対可愛いじゃん。うわぁ、どうなっちゃうの?さすがにここ隠れるかな。エッチだもんね、だってね、このままできたらね。可愛い、みんな、すごい。はーん。
パーカー買わないとじゃ、ハーフジップとパーカー買うだけで2万円くらいするよ。バケモンでしょ。公式が出したアパレル買うだけで2万飛んじゃうの。俺の今日買ったストリートファイターの T シャツ2000円だよ。恐ろしいな。それから超眠くなってきた。なんでだろう、今日結構寝たんだけどな。ウィークリーはやった？ひなのはね、ひなやってる。えら。ちゃんとやってんだよね、やることは。前もってやっておくのが大切。後々にね、詰めるとやっぱしわ寄せ食らうから。しわ寄せを食らうってのは良くないってことだから。メガシャキコラボもするから眠くなったら飲もう。え、メガシャキとコラボすんの？最近メガシャキって売ってる？全然見ない気がする、メガシャキ。なんかちょっと前まで結構見せたけど、売ってる？まだメガシャキ。出入り終わり。メガシャキ、え、ほんとだ、メガシャキとシャイニーカラーズコラボ。なんか全然話合わなそうな3人だな。びっくりするぐらい全員話合わなそう。あ、でもマミミとルカはちょっとファッションの趣味とか合うかな、近い系統なのかな、ああいうのってよくわかんないけど。メガシャキに関するご注意。メガシャキってまだ売ってんの？明日買うか。じゃあメガシャキ何がもらえるか全く分かんない。ハッピーもらえるんだ。7月22日から。え、結構遠いな。1ヶ月後だ。外れてもコラボ壁紙限定商品、限定壁紙。これがついてんだ。このシール集めよう。じゃあなんとかして。俺がバレちまうじゃん、メガシャキ。普段行ってるコンビニで急にメガシャキ買ったら、あれ？こいつ普段モンスター買ってんのになんで急にメガシャキなんだ？もしかしてこいつアイドルマスターシャイニーカラーズが好きなのか？キモってなっちゃうかも。いやも。いやもり。これがフーじゃなくてヒヨヒヨだったら大変なことさ。確かに。でもヒューヒューだったら優しいから。ルカは大丈夫だよ。じゃあ今日は終わりますね。寝ますね。すいません。ちょっと今日、うんこしたいんで、今、めっちゃ。今にも寝そうな感じで買えばバレない。確かに。やばい。やばい。目がシャキッとしたいよって言いながら買えばいいか。おい、どうしよう。目がシャキッとしたくてたまんないけど、モンスターじゃ目がシャキッとする気はしないな。ああ、こんなとこにメガシャキが、まさかこれは、これを飲むと、っていうのを毎日やろう。そうすることによってなんとかなる。じゃ、あじゃした。またにや。ありがとうございました。明日は配信ないわ。明日はない。日曜、会おう。バイ。